はい、じゃあまずは頭から描いていきます。これが頭ですね。で次はちょっと首を描きます。そして、胴体の部分ですね、胸からお腹にかけて、で次が骨盤の方ですね、お尻とか骨盤ですね、はい、で次は手前の足ですね、はい、太ももを描いて、次にふくらはぎといいますかすねの部分ですね、はい、今回は、ハイヒールを履いている、イラストだったのでかかとが上がってます。でも靴、シューズとかのイラスト、シューズを履いている、イラストでも大丈夫です。かかとを下ろせばいいので、はい、で次は奥側の足を描いてます、はい、太ももですね。あ、先ほどあの斜め線引きましたよね。あれはあの奥の足と手前の足が、着地点が同じぐらいになるように、地面の当たり線みたいな感じで引きました。はい、こんな感じですね。はい、これでもうほぼ完成みたいな感じですね。あとはあの腕ですね。はい、腕に行きます。はい、手前の腕はちょっとだらーんと、ちょっと一応後ろ側に、ちょっと、行ってるような感じですね。で奥側の手はちょっと、上がってるような状態で描きました。はい。はい、もうこれで、はい、完成です。いつもアート。はい、いかがだったでしょうか。歩く人の当たりの描き方でした。はい。当たりさえ描いとけば、あの自分のイラストのデザインで、どんなキャラクターも、描くことができますので、皆さんも、当たりを描いてからイラストを描くと、描きやすいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければこの動画に対する、コメントなどいただけましたら次の動画に活かせますので、どうぞお気軽にコメントをお書きください。そしてまたチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。今年中に目指せ1000人で、頑張っています。はい、ではいつもでした。